ナサニエル・エドウィン・クラインは、イングランド・ロンドン・ストックウェル出身のサッカー選手。クリスタル・パレス FC 所属。ポジションはディフェンダー。元イングランド代表。クリスタル・パレス FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2008年にトップチーム昇格した。2008年10月18日、バーンズリー FC 戦でプロデビューした。2012年7月19日。 サウサンプトン FC に4年契約で移籍した。2015年7月1日、リバプール FC に5年契約で移籍した。移籍金についての発表はないが、1250万ポンドと報じられている。クラインはリバプールの公式サイトでここに来ることが夢だった。伝統あるビッグクラブに来ることができて嬉しい。スタートが待ちきれないよ。 リバプールのようなクラブが興味を持ってくれてハッピーだね。取引がまとまることを願っていたと、喜びのコメントを残した。2015年10月28日のリーグカップ4回戦、ボーンマス戦で、リバプールでの初ゴールを決めた。2016年2月のアストンビラ戦で、リバプールでのプレミアリーグ初ゴールを決めた。2015から16シーズンは、シーズン通算52試合に出場。 フィールドプレイヤーとしては最多出場となった。2017から18シーズン、開幕から怪我で長期離脱していたが、エバートン FC とのダービーで先発出場を果たした。2019年1月4日、怪我の影響とトレント・アレクサンダー・アーノルドにポジションを奪われたことで、a FC ・ボーマスにレンタル移籍。2019から20シーズンはリバプールに復帰した。 しかし、同年7月のプレシーズンマッチで、全十字人体を負傷し再び長期離脱することとなった。翌年怪我が癒えた後も試合出場はなく、COVID-19 の流行に伴って、シーズンが延長され、他の選手はシーズン終了までの短期契約を結ぶ中でクラインは、シーズン終了を待たずに6月30日で契約が満了し、退団した。 2020年10月14日、クリスタルパレス FC と短期契約を結び、8年ぶりに復帰することが発表された。イングランド代表として2010年、UEFAU-19 欧州選手権に出場した。2014年11月にイングランド代表デビューを飾った。2016年ユーロフランス大会出場。国際 A マッチ14試合で得点。 ありがとうございます。